くん、ごめんなさい。いえ、これぐらい。今はその主張を全力で支持したい。ちょっといない間にここまで進展するなんて。先生、その説はお世話になりました。先生？その呼び方はちょっと。実はガードと並行して。でもどうしてレスミスさんが。病院はあれがバレてクビになります。レスミスや、わしこんなダイナマイトバディ見た覚えないぞい。ドキー。でも先生の存在は最後まで隠し通したのでご安心を。はあ。平次やエノメさんが不調の時はジムのお手伝いもしますのでお任せください。レスミスちゃん頼もしいわ。うわー、レスミスちゃん、エスちゃんたちごめんなさい。しっかりして。エノメさん落ち着いて、ここはエスネのフォローを信じましょう。胸あ、私だっ。その日からエシュネは俺をパパと呼ぶようになってしまった。